はい、皆さんどうもこんにちは、くらげです。本日は、忍者と呼ばれる二塁手をご紹介していきたいと思います。それがこの選手です。こちら菊池涼介選手、最新シリーズの3800極みが完成しました。で、僕実はですね、菊池さんこれ3体目なんですよ。こちら見てください。1、2、3人目、なんと極みが3体いるんですよね、菊池さんだけで。はい、なんで作ったかと言いますと、まずこの菊池さんですね、2018シリーズ1、守備が86とで、チャンス20丸のやつですね、広角がないバージョン、ミート走力が同値にしている菊池さんなんですけど、この菊池さんが僕は初めて当たった菊池さんで、だからこれは正直、思い出補正というか思い入れ補正的な感じで置いてる菊池さんになります。スピ解放もね、3400で止まっちゃってて、もしかしたら今後ね、特殊能力も強いし使う可能性はあるかもしれないんですけど、ちょっと限りなく低いですね。で、こちらの菊池さん、今年のシリーズ1に出ましたね、 TS で。特殊してないんですけど、S に乗る。ただ特殊能力の打撃に関する部分がちょっと払い査定されてて、この菊池さんを打たすってなると結構ね、難しいところではありますよね。これはね、ちょっと査定の問題なんで仕方ないですけど。で、それと今シリーズのこの菊池さんですね。で、この菊池さん、デフォの能力に関しては、さっき紹介した2体の菊池さんとはミート総力部分では若干劣るんですけど、はい、こちらの特殊能力は結構ミソで、チャンス20丸、広角打法回、これね、今まで歴代の菊池さんの中で多分一番バッティング面に関してはいい菊池さんなんですよ。パワーも70と全盛期の部分から変わってないですし、ミートが下がってるとはいえ、パワーさえあればどうにかなるんで。ただこの守備の部分ですよね、守備範囲の A っていう部分が剥奪されて、ただ補給はもうとんでもない S、 やばいなこれこんなエラーせんやろ。で、スローイング A で肩力 B と、そのどっちを取るかっすよね、打撃の部分か、守備の部分かで、どっちを使うかって話になるんですけど、12球団の方はもちろんこっちの守備が S 乗る方の菊池さんを使っていいと思います。最初守らせて、で代打、替えがいっぱいいるんでね、12球団の場合は。で、純正の方はどっちを使うのか問題あると思うんですけど、2パターンあって、こっちの菊池さんを使う場合、だから代打を出す前提で、セカンド B の阿部さんとか、東出さん所持してる人だから、菊池さんに代打送った後もセカンドが B 以上で守れる人がいる場合、そういう場合はこっちの守備範囲 S の菊池さんを使ったらいいと思います。全然こっちの菊池さん代打送らず打たしてるよって人もね、全然いると思うんですけど、セカンドの守備が B 以上の選手を持ってる人はこっちでいいかなって思いますね。で、こっちの菊池さんを使う場合は、守備を多少捨ててでも、バッティングに特化したオーダーを作りたい、で菊池さんに代打を送らせたくない、でも TS の方はちょっと打ちにくく感じるって方は、こっちでいいと思います。補給が高いんでね、あと守備積極で、僕つけてないんですけど守備職人もあるんで、このちょっと内野陣のスライディングを回避するっていうのはちょっと意味わかんないですけど、外野陣のファインプレーが出やすいっていうのをそのまま内野陣にも反映これされるのかな、ちょっとわかんないですけど、ここが僕だったら、こっちを使いますね。僕だったらね、本当にこれは僕は代打を送らせたくないっていうのと、 TS の方の菊池さんの能力がちょっとね、難しいってところがあるので、純正だと僕はこっちかなって感じですね。先ほど言ったように、ただ無難なのはこっちの TS の菊池さん。ただ来年のシリーズ1最新の菊池さんの場合、打撃ステータスが多少アップして出てくる可能性があるんですよ。なので新シリーズを取れたらそっち使った方がいいですね。来年シリーズ1だとスピリッツ4000になって新しく出てくるんで、結局ね、最新シリーズの方が強いと思うんで。でも残念ながら守備範囲は今年よりさらにもしかしたら下がるかもしれないです。はい、結構ちょっと説明の方が長くなっちゃったんですけど、純正の方はさっき言った僕の考えというかをちょっと一つ候補として入れてみて、実際使うのはね、自分の好みによると思うんで、そこはお任せするんですけど。はい、で、オーダーはこんな感じですね。これ見て何かピンとこないですか？そうです、優勝メンバーです。8番にはね、監督の尾形監督もしっかりいます。このメンバーでね、しっかりボコスコを打っていこうかなと思います。それではランク戦の方やっていきましょう。はぁ？メンテナンス入んの？ちょっと待って、いや待って、俺、ランク戦だけ？ランク戦だけメンテナンスや。うわ、だる。はい、ゴールド一発目っすね。よろしくお願いします。お願いします。いや、メンテナンス時間読んでなかったわいやー、そうやな、そうやもんな、鬼滅リセットの時って絶対メンテナンス入るもんな、ランク戦の。いや、ミスったわ。出鼻をくじかれた気分だが、久しぶりのジョンソンさんっすね。いや、ジョンソンもな、いつかこう TS とかで出てほしいんだけどね。外国人投手で、何年ぶりかのこう沢村賞投手取った投手で、昔はね、ジョンソンもツーシームついてたんですけどね。はい、いや、結構ね、強いんですよ、ジョンソン。このツーシームなくても、スピン負けしてない時はね、僕もリアタイの先発の一角で使ってて、
あのスピリングスとかも何回もちょくちょく当たってたんですけど、やっぱね普通に打ちにくい、うん、対戦相手できても。これねタイピンチ20丸とかもあるんですよ。結構ねあの配球の幅が組み立てが面白い。高速スクリューとかやっぱミスよね。あとスパイクカーブ取れる。いやあっべやっていきます。削られていく。田中康介選手もちなみに来シリーズ2022年シリーズ1ではおそらく TS 候補なのかな。いやー止まん。はい出ました。広角打法が出たらこんな数値になると。まあチャンスを持ってるんでできるだけねまあ6番とかに置いても面白いと思います、菊池さんはね。まあでも純正で OB とか含めたらやっぱ9番とかになるのかな。抜けろ。いやーナイス広角打法。これぞ広角って感じ。現役だけで組むやったらね菊池さん結構5番とか6番とかいやねふさわしい順打順ではあるんすけど。いや、やばえやばやばもある。伸びましたね今真ん中で。変直かなと思ったけど、はい。でもあれよな2015年、やっぱ黒田さんと新井さんの復帰が大きかったよな。カープにとっては2015年はね惜しくも4位かな、4位で終わっちゃって、尾形政権1年目ですね。まあ全然 CS とかの出場はならなかったんですけど、まあ良かったな。あのやっぱりこの2人の復帰はね。エルドレッド、いや飛ばねー。うん抑えれる。いやオッケー。これ本当にねゴールドランクだからとかじゃないと思うんですよね、このジョンソンは。本当にまあ A ランクとかもいないんで、僕スピ解放とかもできないんですよね。だからちょっと1番手とかに入ってこなくて、まあ、そんな強いって言ってる信頼感があんまりないかもしれないですけど、いや本当にスピ解放したいぐらいで。意外と面白いのがこんなわけのわからんところのスクリューが意外と強い。はい、いや無理、残菊ならず。守備範囲の広さそんななんか感じないですけどね。狭さと狭さか、普通に強い菊池さんと思う。うんナイス、お願いします。いや高校ばっかやな。ちょっと8番に置いてる監督に打席を回したい。監督はちょっと回せと言わんばかりにベンチから圧を感じる。いやーえうーんここの落ちるか落ちんか。いやもう待ってよねえフリーパスになってるってカープ。この前坂倉さんでね3投も決められたし。残菊、いやー無理か。いやちょっと待っておい肩強すぎて、やばいやばいやばい。カープの守備のボロが出てる大王と黒田さんめちゃくちゃいいカバーいったな今からの最後この微妙なところ。俺も落ちるか落ちんかわからん。残菊、いやいや怖い怖い怖い。取れる。いやーナイス監督。さあ田中のマー君対田中の康介さん、超チャンスメーカーを出ていく。スピ負けしてないな、これ打てそう。うんこれ打てるわ。えシリーズ1、あ無凸なのか、なるほど。あー詰まった、うーわ。いやチャンス解くのは何も出ず、だが普通に打ちやすいというところを見せたい。東京ドームとかやったら全然入るんじゃんこれ、強引に引っ張ったら。いけ、いやー惜しい。いけ、いやまあまあまあ打球上がりはしなかったんですけどヒットと。いや菊池さんね結構その小柄で、それあんまりいいホームラン打たないってイメージあるかもしれないですけど、めっちゃ打ってるんですよね。結構何年か連続というか2桁本塁打を結構マークしてて、ここ直近で逃したのが1年だけ。なんかねどっかのタイミングで1年だけちょっと2桁いかなかったんですけど、そっから全部2桁打ってるんですよ。何年連続だったっけな。いや連続じゃなかったけど、で弾道も高いですし、うわ最悪。高弾道とかになってもいいと思うんだけどな。高弾道チャンス20丸効果とかだったら12球団でもねあの使用率が非常に高い選手にはなると思うんですけど。はぁ待って落ちてこんのか今の。まあまあでも黒田さんが結構刺さってくれてるイメージがあるので、この外角フォーク攻めで一生いきます。はいはいはい、オッケーオッケー待って削りすぎやろ。いやいやさすがに育成してないとはいえ、しかも打たすんかそれで。代打おらんの。わあ危ねえ破天荒すぎるわカープの守備。いいプレーしたり暴投したり、怖い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 。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。さあ決めましょうエルドレッド。いい技あり。もういいやここで代打召喚します。もういいやもう関係ない。時空を超えて連れてきました。いやー落ちる。はい監督に回ってきた。よし監督が決めてくれ。監督だったら決めてくれるでしょう。
あの気合のノアビンタを。いやー、監督の圧に相手もビビってるな。監督だほー。大沼かましてるわ。うわー、時空ガン虫だほー。お願いします。ピッチャーは現監督の笹岡監督。エルドレッドめっちゃダッシュするやん。はい、抑えたんで攻撃やっていきたいと思います。ちょっともっと打線爆発させたいんだけどな。全然打ててないな。ちょっとやばい。はデジャブ、さっきのセンターフライと一緒やん。やばいやばいやばい。いや、めっちゃ打ちやすい菊池さん。やば。しかも走塁も積極やから、こうやって二塁にも行ってくれる。いや、菊池さんではめっちゃ打ってんな。3-3。いやー、オーケーオーケーオーケー。いやー、エルドレッドこれが一塁からベンチへ全力疾走した男の完璧なるホームラン。いやー、由伸選手を打ち砕いていく。これ見て、この堂々たるホームイン。うん、スライリーも手振ってるわ。おお、何何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